わないといいますか、自分を信じて疑わなく投げ切りましたね、はい、さあそしてジャイアンツは最後をやはり大勢に任せます。9回のマウンド、リードはわずかに1点、今日先制された後反撃の一手となるタイムリーを放った小畑から始まるこの後タイガースの9回の攻撃です。あ、ここも決まりました。158キロ、右肩の違和感があってシーズンの途中抹消されました。まっすぐ勝負、3球三振、すごいですよね。右肩の違和感があって5月のそれこそ阪神戦で2アウトから3連打を浴びて降板して抹消がありました。ただ6月30日に戻ってきた頼れるクローザー大勢です。近本、中野、森下に3連打を浴びました。あ、そうですね、逆に気持ちが、ね、入りやすいかもしれないですね。高い失点、最後この大勢に託します。大勢も兵庫県の出身です。兵庫県出身の大勢、さあワンボールツーストライク、空振りの三振、最後はフォークで仕留めました。いや、最後落としてきましたね。そうですね、ストレートで、まあ、低めを狙ってそこからまた同じ軌道から落とす。長いファームでの調整を余儀なくされました。あの時と同じ9回ツーアウト、近本、山崎伊織がタイガース打線を1点でしのいだ。報いたいタイガース打線、2球目決まりました。さあ追い込んだ大勢、どうでしょう、かなり大勢からこう気迫を感じますね。そうですね、やっぱり1点差だとやっぱり抑えの人も気合い入るでしょう、はい、緊張もするでしょうしね。9回2アウト、それもあの時連打を浴びたそのきっかけ、近本追い込んだ、4球目空振りの三振、9回3者連続三振、山崎伊織の好投を守りきりましたジャイアンツ。2対1で大勢が締めくくって勝利を収めました。